元タレントで、YouTuber の木下ゆきなさんが2022年6月15日、YouTube 動画で、自身の在日韓国人説を否定した。動画、在日韓国人説を否定する木下さん。木下さんは、雑誌の表記ミスを発端に、僕ゆきなと言われるようになり、韓国の食品会社の CM に出演したこともあると、した。噂の言及を避けてきたことについて、韓国人じゃないよって否定することが、韓国の人に、めちゃくちゃ失礼と説明した。なんか譲れないものがあって、木下さんは、僕ゆきなについてお話しします。ゆきなの告白、と題した動画を投稿した。冒頭、スタッフから、ということでね、僕ゆきなさんと振られると、誰が、僕ゆきなだ。とツッコミを入れつつも、アニョハセヨ、僕ユキナイムニだと冗談めかして返答。一転して真面目な表情になると、自身をめぐる、在日韓国人説について説明した。この16年間くらいずっと言われ続けてたから、知ったんだけど、なんかね日本で、この辺の名字の人は、在日率が高いみたいな、噂があるのよ。木下という名字もその噂に当てはまることから、木下さんも実際に、スタッフから確認されたことがあるという。テロップでも、木下ゆきなイコール在日韓国人説と表示された。木下さんは、そうした噂に言及してこなかった理由について、なんか譲れないものがあって。とし、ゆきな、本当韓国人の女友達がいるのと韓国人の友人の存在を挙げた。数年前に、韓国に帰国し、てしまったものの、今でも連絡を取る仲だという。さらに、活動休止中に韓国ドラマや BTS、TWICE にハマったこともあり、韓国人じゃないよって否定することが、韓国の人にめちゃくちゃ失礼と語った。どうせ在日だろう?とか、おい、韓国、とかって言ってくんの?スタッフが、たち悪いのが、ハーフなんですか?とか、出身がどこなんですか?っていう素朴な感じじゃなくてさ。バカにしてんだよねと話すと、木下さんは、そう、バカにしてんの。在日でしょ?とか、そもそも、確認する、意味がわかんない。失礼だからマジと同意。さらに、こう続けた。